九州大学創立50周年記念行動九州大学創立50周年記念行動九州大学創立50周年記念行動は福岡県福岡市東区箱崎の九州大学箱崎地区に所在していた行動である通称九州大学50周年記念行動50周年記念行動九州大学の期限は1867年に 設立された福岡藩の藩校である三聖館に遡るが近代的な学生に基づく大学としては1911年に九州帝国大学が設立されたのが端緒であり九州大学ではこの年を大学創立年としている九州大学創立50周年記念行動は1961年に九州大学が九州帝国大学としての設立から50周年を 迎えたことを記念して建設された行動である。大学設置50周年の記念事業は、1960年10月18日に発足した九州大学創立50周年記念会によって実施されたものである。その一環として、同記念会により行動が建設され、1967年10月20日に竣工。同11月に九州大学に寄付された。 開館は、翌1968年4月12日、2018年7月13日に、中央食堂と共に閉鎖。そして解体した。設計は、九州大学工学部建築学科教授であった、三つ吉健次らによる。延べ床面積5888メートル。一階手前部分は食堂になっており、大行堂へは、全面右側に設けられた。 大階段を上り、2階のホワイエを経てアクセスする。ただし、ホワイエ部分には、近年食堂が増築されている。集会施設としては、大行動、大会議室、小会議室を備えており、各行動、会議室の収容人員は、以下の通り。ありがとうございます。